こんにちは、マッツンツン TV です。今日はですね、お話だけの動画となります。はい、何のお話をするかというとですね、メルカリですよ。皆さん、メルカリってやつありますか？ですね、大抵の人はやっぱり買うだけ専門だと思うんですが、私も実はですね、2年前にメルカリを始めて、去年まで、買う専門だったんですよ。で、今年から売ることを始めたんですが、なぜ、メルカリで売るかことを決めたということですね。ですね、まずはリサイクルショップに、やっぱりどうしても自分のいらないものが、やっぱ出てくるわけじゃないですか。で、それをリサイクルショップに持ってったら、もう本当に二足三文の値段で、決められたんですね。で、何店舗か回ってもやっぱり同じだったんですが、それがですね、メルカリちょっとやってみようかなと思って、出品したんですよ。するとですね、やっぱりリサイクルショップよりも高い値段でやっぱり買われる人もいるんで、やっぱりこっちの方がいいかなと思うんですよね。はい。ただメルカリはほとんどやっぱり送料込みの価格ですね。はい。難しい。私ヤフオクで物を売ったんですけど、1円スタートで初めてですね。1円で終わったわけなんですよ。ということはですね、どういうことかというと、1円でお客様に売れて、で、さらに送料はどうだ、お客さんが負担するのか。まあ、こっちからしたらやっぱりそのヤフーにも何パーセントか取られるんですかね、ヤフオクに。はい。というわけで、1円でスタートして1円で終わったという、こういうことがありました。でもメルカリはですね、自分で最初から価格を設定していけば、まあ、それよりも、まあ、高くはなることはないんですが、ヤフオクみたいに。ただ、値切り交渉ですね、やっぱり下がったりすることもあるんですが、まあでも、その値段はほとんどこちらの方で決めてるんで、そんなに変な金額にはならないと思いますね。はい。そしてですね、メルカリでもですね、まあ売り方、皆さんいろんな売り方あると思うんですが、私はですね、例えばですよ、2000円の商品を出しました。でですね、そこで、まあやっぱりいいねとか入るんですよね。その商品が欲しいって。で、そのいいね入った時点で、まあ例えば2000円の商品を、まあ、20円でも下げましょう。そしたら、1980円ってなって、やっぱり2000よりも1900円、1000円台の方がやっぱりどうしても人間の心理的に、やっぱり安いって思ってしまうんですよね。で、そうすると、やっぱり売れやすくなるというか、値引きすると。はい。まあでも、以前にこういうこともありました。例えば3000の商品を出して、で、何件もいいね入って、で、コメントで、まだ安くなりますかっていうのも、入ってきましたね。はい。私最高でどれだけ引いたと、1000円ほど引いた商品もありますね。まあ、これはやっぱりお客さんと、自分売る方とのこのメッセージのやり取りで、いくらにするかって考えですね。はい。はい。でですね、私今ですね、メルカリの商品大体、どうしよう、20個ぐらいの商品出してますかね。で、今はまあ、このようにですね、スマートウォッチですね。まあ、これちょっと違うんですけど、まあ、こういうスマートウォッチですね。まあ、これは、新品未開封の、スマートウォッチ。最近流行ってます。これは本当にいいですよ。万歩計も一緒に測れて、あと、どれだけのカロリー減ったかっていうのを全部、振動で教えてくれるんですよ。そうするとですね、あと、こういう、まあ、靴とかも、新品の靴。今これ結構いいね入ってるんですけど、そろそろ売れるんじゃないかなと思ったんですよね。で、メルカリでもいろいろ注意点があるんですけど、私これ前、この体温計出したんですよ。で、この体温計、やっぱりコロナでが一時期流行った時あって、マスクが、こういうふうにネット上で売ったらダメっていうことがあったんですよね。で、この体温計引っかかったんですよ。で、まあ、あれですよね。売れなくなったんですよね。まあ、体温計ぐらいだったら、まあ、自分で使うのにも全然問題ないんで、まあ、こういうのは、全然いいんですけど、まあ、他のものでやっぱり売れなくなったら困りますよね。まあ、そういう場合はもうやっぱりリサイクルショップ持っていくしかないと思うんですが、はい。今、私結構商品出してて、売れないかなと思って、頑張ってますね。でですね、メルカリでもですね、いろいろ問題点があるんですが、まあ、例えば自分がお客様になったと考えましょう。で、物を、
メルカリでいいものを見つけました。で、それで、その商品を買いました。で、その買った商品が手元に届いて、思ったものと違う。そういうことはないですか？実はですね、私今回、この売り手側からして、まあ、こういうことがあったんですよ。まあ、今まで、何十回も物を売ってきましたが、こんなケース初めてですよ。まあ、何かあったということとですね、ちょうど一週間ほど前ですかね、車のタイヤを外す、インパクトレンチ、ウィンウィンっていうやつですね。まあ、あれをですね、メルカリの方に出したんですよ。ただ、やっぱりお客さんも、値引きできませんかっていう話になって、で、それでお互いやりとりで、値引きしますよ、いう感じで、まあ、2000ほど引いたんですかね。はい。で、画像だけではやっぱり、メルカリの画像って10枚ほど写真載せれるんですけど、まあ、その画像だけではちょっとやっぱり私の方も、思い伝わらないかなと思って、まあ、このように YouTube やってるんで、YouTube の方でショート動画でそのインパクトレンチの動画を出したんですよ。で、まあ、壊れてないですよっていうことで、まあ、いろいろ、強弱とかいろいろ、それを動画に出して、で、それで、まあ、契約を成立して、お客様のところに、商品を送ったんですよ。そしたらですね、まあ、お客様の方から、メッセージが来て、いや、実は、これ壊れてるんですよっていう話になったんですよね。で、そこで、どうするかってことなんですよ。今回の問題は。でですね、はい、それがですね、さっき言ってた課題ですよ。まあ、皆様が、お客様の立場になって、物が壊れてたらどうしますかっていうことが、今のこれですよ。はい。でですね、まあ、やっぱりお客様は、やっぱりその商品を楽しみにしてて、で、実際物が届いたら壊れてた。で、私が YouTube に出した時は全然問題なかった。はい。まあ、これはお互いにちゃんとなってましたよね。なんででしょうねっていう話だったんですよ。で、やっぱり僕としてはですね、まあ、やっぱ売る手の方なんで、やっぱり少しでもお客様に納得したものを渡したいものなんで、やっぱりそれやっぱりキャンセルしましょうっていう話だったんですね。ただ、メルカリでも問題があって、ここでキャンセルしてしまうとどうなるかというと、まあ大抵のお客様はコンビニとか ATM で現金をメルカリで入れるんですけど、それをキャンセルした場合どうなるかというと、その現金がメルカリのポイントというか売上金に入るんですよ。実際にはお金にならないんですよね。まあ本当はお金を払ってそれがメルカリの方に行くわけなんですけど、そのお金が戻ってこない。ネットの中の、まあ、ポイントというか、売上金になるんですよね。で、さらに、やっぱりお金欲しいじゃないですか、普通の人。そのポイントというか、その売上金のお金を、さらに銀行口座に移動させるには、そのメルカリにいろいろ、書いてあるんですが、まず、自分のその、銀行口座の番号を書かないといけないですよね。名前と。はい。まあ、それは全然問題ないです。ただですね、その銀行に行くまでの手数料が300円ほどかかるんですよ。で、さらに、やっぱり2日とか3日とかかかるんですよね。まあ、こういうふうなことが発生するんですよ。で、さらにですね、そのキャンセルをしたら、普通だとその商品をお客様の方に、お客様というか売り手の方に返さなきゃいけないじゃないですか。そしたら、今度この発送料っていう問題が出てくるんですよね。多分その発送をするときは、お客様から、まずそのメッセージのときに、お互いの住所を交換しなきゃいけないんですよ。で、まあ僕の場合だったら、そのお客様の、なんですか、その住所も聞いて、で、自分の家の住所を教えて、ここに送ってくださいという荷物を、まあ、送ってもらう。で、その送料ですね。多分着払いになると思うんですよ。はい。そしたら、わかりますか？例えばその商品が2000の商品だったとしましょう。そしたらまずこちらからお客様のところに送料、まあ大きさにもいろいろありますよ。例えば1000円だったとしましょう。送料が。お客様のところに1000円。
と送料いきますね。そしたら実際に2000円の商品が売上金1000円になるわけなんですよね。まあその他にもまたメルカリに 10% とか引かれるんですけど、まあ大まかに2000円の商品が1000円になりました。ね。で、お客さんのところに行った。で、そこでお客さんが壊れてたらキャンセルしましょうっていうので、その商品をまた僕のところに送るとなると、また1000円かかる。ということはどういうことかわかりますね。2000円の商品が0円になったってこうわけですよ。で、僕はやっぱりこういうことになると、まあ今回ですね、1万2000円の商品になったんですが、まあやっぱり壊れてて気持ち悪いからっていうので、僕はお客様には、これはもういらないんで、それお使いになるか処分してくださいって言ったんですよね。またやっぱりお互いに住所を教えないといけないし、また送料もかかるとなったら、まあそんなんだったら、まあプレゼントしましょうというわけで、まあ今回はこういうケースに至ったわけですね。はい。ちょっと口で言っててもちょっと難しいんで、今度 A の方で説明してみましょう。ちょっと説明しますね。はい。こういうことですよ。ちょっと私字汚いですけど、ちょっと見てもらっていいですか。まずですね、こちら。マッツンツン TV、私ですね。こちらがですね、まあこのメルクワリを見てくれたお客様。お客様、この商品買いますよっていうので、まあもともとはこちらの商品が、14000円ほどやったんですよね。で、まあ、こちらのお客様が、もうちょっと値引きできませんかっていうので、まあ、12000円だったわけです。ね。で、この商品を送るわけなんですが、まあ、送料込みなんで、まあ、この12000円から、だいたい1000円ほど引くわけなんですよね。で、まあ、12000円。ここから 10% メルカリに引かれるわけなんですよね。はい。で、それで、まあ、この商品がお客様のところに行きました。ね。で、壊れてましたと。これ、壊れてましたよっていうので、こういうふうにお互いにメッセージをやり取りしているときに、そうですね。で、僕は、まあ、壊れてるから、やっぱりキャンセルしましょうっていうので、まあ、キャンセルをお客様に提示したわけですね。はい。で、この時、まあ、二通りのやり方なんですよね。キャンセルしてしまうと、そのお客様のところに、現金がいかないで、さっき言ったように、そのネットの中でのポイントとか、売上金の方に、まあ、12000円なんですかね。12000円戻るわけなんですよ。ね。まあ実際の金額ではなく、ネットの中のお金ですね。はい。で、まあこれキャンセルしました。そしたら今度この商品を私、マッツンツン TV のとこに、まあ普通だと返さないといけない。ね。でもそれを返すとなると、またこちら、送料込みって書いてあるんですが、お互いの住所を教え合って、商品を私のところに送るときに、やはり着払いになるのか、お客様払いになるのか。まあ普通だったらやっぱりクレーム処理なんで着払いですね。ということはですね、まあ実際はですね、こちらに送料込みが1000円かかりました。で、さらにここからまたこっちの方に行くので、また1000円かかります。ということはですね、これ二つ合わせると2000円かかるってわけですね。ということはですね、こちらの12000円の商品から、さらに2000円引くとなると、実際は1万円。1万円の商品になってしまうってことですね。はい。でも私はもう、壊れてるんだったら、このお客様の方に、処分してくださいとか、プレゼントしてくださいっていうので、これで、契約が成立しました。まあ、やっぱりちょっと私もこういう経験は初めてだったんで、まあ、ちょっとショックでしたが、やっぱりもう、これはもう諦めるしかないですね。なので、やはり、メルカリで物を売るときは、ちゃんと物をチェックして、売った方がいいですね。まあ、新品だったらいいんですが、やっぱり中古品とか、やっぱり、いろいろありますね。私も前回ヘルメット中古のやつ売ったんですけど、やっぱり結構汚れてて、
クレーム来るかなと思ったんですけど、まあそれは実、1500円ほどで売ったものなんで、まあお客様もそれは我慢してくれたと思いますね。はい、というわけですね。まあこんな感じで、メルカリでいろいろありますよっていうことですね。はい、今ちょっと絵で説明しましたが、わかりましたかね、大体。こんな感じで、まあメルカリにはいろいろ落とし穴もあるっていうことで、まあ今回はお客さん、いいお客様だったんですが、例えば悪いお客様で、実際に壊れてないのに壊れてるって言って、こういうふうなことになる可能性もありますよね。そしたらやっぱり、あれですね、相手にしたらお金も戻ってくるし、商品もタダでもらえた。これはラッキーって思う人もいるってことですね。まあ今回は全然違いますよ。はい、そういうことですね。はい。はい。でですね、今私の商品いろいろまたメルカリで出してますよ。こんな風に。ゲスのですね、こういう風に手下げバッグとか、あとまあこれは中古品。中古品やからやっぱり気をつけないといけないですね。このようにテンデンスのこの腕時計、ちょっと大きめなんですけど、こういう腕時計とかですね。今出してますね。あとこのように、こちらですね。ありますか？ビームスですよ。ビームスと言ったら日本製ですね。これ結構いい帽子なんですよ。1万ほどしたかもしれない。こういう風な帽子ですね。はい。ちょっと私ちっちゃいかもしれないですね。はい。このような商品とか今いろいろ出してますね。またメルカリに頑張って出していきたいと思います。というわけでですね、今日の動画はメルカリの、まあいい点と悪い点と、まあ落とし穴ということで、このようなこともありますよっていうので、みんなに聞いてもらいたくて動画にしてみました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まっつんつん TV でした。